はいみなさんこんにちは村長です。今日は DTM のお話ではなくって便利な文字読み取りソフトのお話です。でもこれはとってもミュージシャンの人には役に立つ情報だと思います。今画面に出てますようにソースネクストという会社から瞬間テキストというソフトが販売されています。価格は キャンペーンの時などは1980円まあ標準価格でも円でで買えるようななお手頃なソフトウェアです。これがあれば Windows 限定というのはあるんですけれどもパソコンの画面に出てる文字をそのまま読み取ってテキストにしてくれます初めからテキスト文字というのはこのようになぞれますよね ですから、通常はいらないんですよね。でも、先ほども言いましたように、ミュージシャンの人にはとってもいい情報ですと言ったのは、歌詞のサイトの話です。音楽好きの方は、ライブに行ったりするときは、歌詞をワープロで整理したりしたいですよね。そういうときに、このソフトは役に立ちます。なぜなら、歌詞のサイトというのは、このように、 文字をテキストで取れれないようにされています。今から数年前に日本の音楽著作権協会 JASRAC が歌詞というのも一つの著作になるのでこれを簡単にコピーできるようにしてはいけないというようなそういう指針が出て歌詞サイトというのは全て文字を取れなくしてしまっています。もちろん文字が取れたからといって 他のサイトに掲載するとか SNS に掲載するとかということ自身は著作の面で難しいところはあるんですけれども自分が楽しむという意味では大丈夫ですのでこういうソフトがあれば便利にできるというところを見ていただきますそしてその時にこれも Windows 限定なんですけれども最前面でポーズという このソフトを使えば、ウィンドウを最前面に置いておくことができます。ただし、この瞬間テキストは、読み取りをするたびに最前面になっている機能を一旦外してしまいますので、これは工夫としてすぐに出しやすいように、このようにウィンドウの横でちょっと押せば出るようにしてあるわけです。そして、こちらにメモ帳があります。なぜメモ帳を 出してあるかというと僕のような老眼の人間にはこのメモ帳が必要だからですその理由も後になったらわかると思いますのでまず早速やってみましょうこれをテキストにしてワープロで整理したいときはこの瞬間テキストの読み取りというのを押しましたらこのように範囲を指定するように聞いてきますので欲しいところを指定します そしたらカシャッといってこれが文字になりますが今見ていただいている通り文字が小さいですこれを大きくする方法は今のバージョンの場合ですねありませんですからこれはこのままコピーしてそしてこちらのメモ帳に貼り付けます Windows の標準で付いているメモ帳は文字の大きさをここでこのようにズームができますのでもしくはショートカットキーのコントロールとプラスキーこれでこうやっていくらでも大きくしたりまたコントロールマイナスで小さくしたりできますので自分の見やすい大きさにしてそして間違いがないかこういう読み取りソフトというのは 100%とは言えないんですね98%か9%かその辺になってると思いますので一応確認はした方がいいと思います瞬間テキストの方も初期設定にこういうような項目がありましてアルファベット文字は全角で読み取るのか半角にしておくのかそういうような設定がいろいろできますのでここらをうまく使ってください このようにどん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 カシャンカシャンと取っていけます。そしてコピーして全てショートカットでこうやって足していけば歌詞が自由に撮れてそこからもう少し編集をしたいのであればワープロソフトに貼り付けるというのもいいでしょう。 ここでまあ応用ですけれども同じ歌詞でもコード譜を見てみますコード譜は J トータルというようなサイトが案外シンプルで取りやすいかもわかりませんそして取る時のコツですけれども Google Chrome の場合またこれもコントロールプラスというのを押しましたら拡大ができますできる範囲で拡大をしておく方が まあこのぐらいだったらいいと思いますがなるべく大きい方が読み取り精度が上がっていきますじゃあこれでやってみましょう読み取りボタンを押しますはいこのようにコードも読み取りましたこれをコピーして貼り付けてみます 1まあ位置もむちゃくちゃ狂ってるわけではなく若干修正が必要だと思いますが少し編集をすればうつ手間が省けると思います。皆さんそんなに高くないソフトですのでこの「瞬間テキストと」とそして「無料の最前面でポーズ」というソフト2つとも Windows 限定ではありますが一度チャレンジしてみるのもどうでしょうか 今後もミュージシャンに役立ついろんな情報を出していきますので、良ければチャンネル登録などよろしくお願いします。村長でした。